どうもファミソプロミコだよ。はい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 、誰もねだと思ったよ。テロップ出てる。ダメなんですって。ファミツアップの編集長中目黒目黒さんとジャストガード先輩の、ジャストガード先輩、ジャスガ先輩、ジャスガ先輩のママドさんです。はい、どっちが主なの、ジャスガ先輩の、あ、ジャスガ、ミーコのジャスガ先輩、ミーコのジャスガ先輩、そう、ミーコのジャスガ先輩だから、そうだ、ね、ママドさんを見て私は育っているから。あ、そうそうだね、そう、ジャスガについては、ね、そうそう、ジャスガについてはママドさんを見て育ってきましたからね、はい、弟子です、第一番の弟子です。いや、そんなこと言った覚えないけどみたいな顔してるけど今決めたでしょみたいな感じになって。はい、今日やるのは、何でしたっけ。はい、あ、なんだっけ、大立ち切り、大立ち切りをやりたいと思います。結構時間経っちゃったけどね。そうそうそう、ね、すいません、すいません、ジャストガード覚えるのにね、時間かかりました。本当に適当。まあでもね、やってささっとやってささっと勝っていきたいと思います。じゃあ皆さんの装備はお水です。それだけかよ。でも目黒さん、なんか腕はね、総合力2万3000のやついんの近くね、これ取りそんなか、3000しか変わんないからね。いけそうからこれ。ちょっとやめてやめてやめてくださいよ。腕上がってないんだよ。腕上がってないだろ、ミーコ。上がってるよ、上がってるから、これが最大のね限界ですから。どうせね、ガチャでね出なかったんだよ、同じのが。パパパガチャのせいにする。パパパガチャのせいにしちゃダメだろ。腕何これ。腕はなんとか破壊するやつだったな。ちょっと忘れ本当に適当なんじゃないかよ。本当に破壊するやつだから。え、お二人は何ですか、腕。ミリオンレックス。あ、ミリオンレックスって何ですか。あれ、みんなにくれるやつもらったじゃん。あ、赤いやつですね。あれ何なんですか、あのアビリティじゃないや、スキル。あれだから破壊ですよ。破壊、バリアル破壊、破壊。目黒さんはで、イカ、イカ胴体、イカ頭、イカ頭、体が、体がクーラーハブ。そう、私も一緒。あ、本当一緒だ、うん、これ何ですか、どう。これヒダルマの方。あ、ヒダルマか。なるほどね。え、何のためにつけたの。あ、水これしかなかったのね。そうそうそう、深淵とかやってないからね。いや、言っていい、深淵はね全部揃ってるんだけど、なんかあるね、とある誰かにこれに近づけた方がいいよって言われたから、これに近づけたの。誰だ。とある誰かで、ね、ここの隣にいるね人なんだけどね。だから総合力こんな感じなんだよ。ということで目黒さんの装備は、ね、これはね、まあハンマーみんなと一緒で、神楽、うん、キエスの胴体。カムロケースでしょうね、これ。そうそうそう。なんで死んだかっちゃう。自分の装備不安だった。そう、それで腕手足がデデデデン、ファミツアップアンドロイド今月の今発売中のファミツアップアンドロイドについている、これね、ファミツレックスの手足です。手足。ちなみにアビリティ、能力は、能力はバリアオーラ破壊。おお、バリアオーラ破壊。そうだから今回にね使える星5です。星5なんで、ぜひね買ってください。これ一冊で全身揃えますか。全身揃う、ファミツレックス。そう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 、はい、まだ持ってない方もぜひ購入してみてください。してね。ミリオンレックスと同じぐらい強いですね。強いです、強いです。まあ、僕はいろんな人から奪い取って突合待ちしております。やば、今大丈夫から切れてないですよね。本当大丈夫かな。じゃあ始めますか。やりますか。ミコやったことあんの。あり、ま、あ、ごめんなさい、上級は初めて。しかもこれね、ミコが建てた部屋だから、サブもミコだ。そうだ、見て、よく見て、炎だからね。火属性じゃねえかよ。火属性と、なんで火属性に行くんだよ。だっていいよもう。よし、行こう、頑張ろう。予備クエストのね、あ、すべてをね、まず一発目ね、金魚。これ金魚、これ金魚じゃない、あれ、これ熱帯魚ですからね。私が間違えたやつをね、ああ鵜呑みにしちゃってる人がいるよ。やっぱ俺とジャスガ先輩はちょっとシンクロしちゃうな。ちょっとほら、ほら。なんでそこシンクロしちゃダメですよ。ほら、ぐるぐる、ハンマーがね、全員ハンマーだから、すぐに気絶ができますね。うん、嬉しい。この子意外とトリッキーに動くんだな。ちょっと不思議な、あ、来るよ。オッケー、ほら、ジャストガード、ほらね。あれ、ジャスト先輩。先輩。あ、なんか今日合ってないわ。ちょっと先輩し。やべ。あ、やべやべ。あ、やべ。コンボが消えた。ちょっと待って。よしよし。よし、コンボつなげんぞ。999行きたい。いやいやいや。いいよいいよ。
ミーコが持ってきたやつあれだ、バリアオーラ破壊じゃなくてダメージオーラ破壊だ。間違えちゃった。超意味ねえじゃん。間違えちゃったよ。まあまあまあ使える使える。この子も硬いよな意外と。これで飛ぶ瞬間がね分かる。うっぷっぷ、あ、ダメだった。え、どういうこと？あの飛んでちょっと立ったらガードすると、あのジャストガードがね決まるんだけどね。あ、おおサブの私何してんだよ。私釣られてなんかあれギアバースト放っちゃったよ。満タンになった、ギアバースト全部満タン。今間違えて使っちゃったんで一個だけ。いいんじゃない？よし来たー。誰が最初壊します？じゃあ私やりますよ。壊せねえ。壊せない。ファミツレックス。じゃあファミツレックスの力を。あ、また私もなんか。なんか余計なことやったぞあいつ。またちょっと目立たない。あ、でもほらバリアオーラ破壊だからね、大事大事。ほら見てすごくない、ジャストガード率天才かな。さすがだね。ほらほら、やっぱ先輩ほら褒めていただいてありがとうございます、光栄でございます。よしよし。この火吐くときにギアバやった方がいいですか？そうですよ、うん、でも火吐くときのギアバがねちょっと難しい、うん、別にそこまで。あ、間違えたタイミング。もうマジかよ、そこまでいかないですよ、うん、そうかもしれないですね。ミニコレベルのモンスターって感じですね。ちょっと何それ、悪口じゃないですか。ミニコレ…あ、来た、忘れた、忘れた。ほらこういう爪がうめえんだよ俺らは。もうちょっともっと早く言ってくださいよ、ママさん。止めた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 、急げ。ちょっと待って、あ、間違えた。なんでそれ押しちゃうの、攻撃。危ない、ね、いいねいいね。イエイ、ほら勝ったじゃん。もう誰ですか最後にこれ撃ったの。俺。ほら勝った。落ちた。落ちてない、なかなか落ちてない。え、まあ、落ちたの。俺あれ落ちたよ、なんだっけソウルは。え、何一つ落ちてないんですけど。え、上級だよね。上級ですよね、これ上級だよね。うん、間違えた。嘘、なんで一人だけ間違えてないですから。それだけ違うんじゃない。だってあのネズミのやつしか落ちなかったんだけど。ネズミのやつ、あ、ほらネズミのソウルは落ちたけど。いい、あ、そうだ、でもほらコンプリートしました。歯車もらったから。そう、歯車もらった、嬉しいなあ。れだ、私ママのさんちょっと申請送っとこう。あれ送ってなかったっけ。あ、なんかいっぱいだからわかんない。なんでさ、なんで仲間に入れてよ。っていうね。違う、もう一回やっとく？もう一回やっとく？もう一回やっとこう。もうね、攻略動画になってない。ただプレイを見せてる。違う、どうせやるんだったら一個落としたい。あ、まあ一個落としたい。誰か一個ね。じゃあ私もう一回開くんで。よいしょ、近くの人。この性装備で固めてる人いねえな。2266、2266です。もしね、ミーコ見かけたら2266で入ってね、みんな。みんな入ってきてね。レベルの低さで分かるんで。ねえ、なんで低くないから。2266ですよ。じゃあ行きますよ、もういいですか、はい、バッチリと。いやでもほらみあー、せめて腕だけ変えりゃよかったな。また忘れちゃったよ。まあいらない。出た。まあでも勝てる。じゃあジャスガの回数で来そうです。あ、いいですよ。あ、間違えた、やった。ガードボタン、ガードボタン間違えた。よしよしよし。おい、1 マジか、よしマジか。ほらね、私ね、うん、勉強してきたんですよ。何を？初級と中級で。ああ、ジャスガを。ジャスガをね、予習しといた。予習、あ、そうです。ちょっと待って、危ない。何、やばい、来た、間違えた。ああ、今の、なんで今入んねんの。え、これサブの、あ、じゃジャスガ先輩が。おい、よし、じゃあみんな1じゃない、これ。え、待って、一番下のサブのミーコがジャスガしたら、それは私に加減されますけど、いいですか。アンキーゼカウント。あ、でもないまだね、みんなね、伸びしろがある。まだ伸びしろがある。まだ1 1だから。どうしよう、俺いけそうな気がする。何が本当何が。ジャスガ選手権、俺来たー。ちょっと先輩、あ、みんな上手い具合だな。なんだよ、もうガードしたのにさ、ミスばっかになるし。暗闇食らってるから。今日暗闇ね。一応したぞ。まだこっからだからね、こっから。いやいや、もう商売ついてるね、これはきっと。よしよしよし。まあジャストガードっつうのは
ジャストにガードした時ね。そうそうそう。もうそのまま。やった4。うわテンション上がるぜ。やばい。あれ忘れてません？ちょっと誰か外して誰か。危ない危ない。忘れてませんかね。だってそれやった瞬間にジャスト。やった。私5。私5。私すごくない？5だよ5。あやべ。ちょっと攻撃しちゃう。いや本当にやった6。天才か、すごい天才かもしれない。だって攻撃してないんだもん。してるし。6777777。ほら忘れたい、そういうこと言ってっから。私忘れちゃった。ゆかさん、なんで火だるまになっちゃうのかな。やめて、触れない、触れないでください。そこはそれちょっとおかしいんじゃないかな。だってさそれはこんな、これ相当ジャスが来てんの、こっそり。え、今何ですか。え、俺多分ダントツで言ってると思う。嘘、私7だよ、私7。これ出ますよね。あ、出るか、7か、さあ私が見ればいいのか。ジャスガの全然ソウルだ、悔しい。ジャスガの回数出ますよね。出ないよ。え、出ます、出ますでしょ。出ます、出ます。え、あ、ジャスガは出ないわ。でもね、ミーコがダントツにね、ガード数多い。ミーコ17。じゃあそれ攻撃してねってことだろ。違う、ちゃんと守って攻撃してるよね。回復量はゼロだけどさ。あ、すごい、私回復量はすごいな。いやでもね、絶対ジャスが俺1番で今。え、何回でした。いや10回ぐらいって。嘘、ジャスが嘘、絶対に嘘。ほんとでもね、私は知ってる、ママドさんが一番ジャスができてないの知ってる。でもママドさんは一番だって、まあ確かにね、攻撃してあれじゃん、攻撃で体力削ってたじゃん。確かに俺ジャスが一番下じゃん。ね、待って、私もジャスがいっぱいしたもん。こんなのがあるのがなんか編集部としてどうかなと思う。確かに。ノックアウトハンマー、ね、ちょっとやだな。うわー、ちょっとびっくりした。え、何、あ、えだ。なんで全て仲良おーとか言ってくださいよ。カットしていいですよ、面白くなかったから。ひどいひどい。じゃあそのうちまたやるぜよ。次の時は最速でな。最速でやりましょう。最速でもう出た瞬間にやるぜー、うん、みたいな感じでやるぜよ。今回はかなり久々な気がしなくもない。あ、でもそのうちあれですよ、超討伐が出てくるんで、超討伐とかもやってたんですね。そうですね。ということで、はい、あ、はい、なんでもなかったわ、はい、これぜひ買ってください。ファミツアップアンドロイド、これね、絶賛発売中です。ミーコの可愛い姿も映ってるからね。どこ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 、ほらほら映ってる、映ってるよ。ここら辺ほらほら、ここら辺に可愛いの映ってるじゃん。ちょっとこれ、ちょっとモザイク見てください。これ、ね、なんで映して、モザイク映して、ほら可愛いミーコね。っていうことでね、皆さんぜひまた、写真のクオリティ低いな、ね、それはね、撮った人に言って、それは撮った人に言って、私も思うから。映り悪い、そうそうそう、映りもう悪いね。え、もうじゃないじゃん。だからね、本当にファミツレックスね、星5もらえるんでね、全身セットもらえますんで、もらえるからぜひね、はい、しかもあれだ、全部ギアを全部売ると83万3200ゴールド。売るじゃんって、もらえるんですよね。え、売ると？ギアを全部売ればゴールドにもなるよ。ゴールドにもなるよ。で、全部素材にすると83200の経験値になる。すげえ。優れもの。すごい。え、でもね、カエルもついてるね。あ、そうだ、カエルもついてる。あ、そうだ、カエルだ。カエルだね。カエル。もうついてるんで、ぜひね、はい、あの買ってください。お願いします。はい、あともう一個あったじゃんか。あ？え、なんだっけ？なんだっけ、この人、この人ちょっとヤバいですよね。あ、東海 TV もやるよ。はい、いつですっけ。9月11日、9月11日夜9時から東海 TV ニコニコ生放送で、はい、シャキーミーことジャスガ先輩ことママドさんが出るので、ぜひ遊びに来てね。モンギアの生放送ね。そうそうそう、中村 P も来ますし、はい、モンギアガールズも来るんで、はい、いやー、モンギアガールズになんか負けないよ。負けないわ。任しときなさい。もうそう言ってる時点で負けてるよね。バカ？ということで、はい、皆さん次回お会いしましょう。バイバーイ。